今回は、ヒロアカアト5話で完結、に対する読者の反応を紹介します。それではどうぞ。おお、いざ来るとすごく、すごく。いやだ、あと500話続いてくれ。つまり12月の土下座祭りはなしか。やだすぎて泣いちゃった。堀越先生の夢のような時間でしたってデクも似たこと言ってたね。救済なかったら映画までに終わっちゃうってことか。全430話なんだなぁ。つまり42巻で完結か。しかも41巻出た直後に最終回っていう。8月5日の合併号までまだ6週あるからどこかで救済して合併号で完結ってことなのかな。軽い気持ちでジャンプの配信見てたから不意打ちでダメージやばいんだが。映画と絡みなく終わってしまうのか。あと5話で何をするんだろうね。映画の絡みはチームアップミッション期待しようぜ。いやー終わってほしくねー。マジでどういう気持ちでダークマイト見ればいいんや。いや見に行くけどさ。次回とボロッケであとお茶子ちゃんとスピナーと挟むのと5話。1話50ページ ×5 話くらいないと駆け足にならない。ついでにそのページ数は辛いからいつものページ数で何話もやるんだよね。電気キュラーしおりのかっちゃんどういう感情？って軽い気持ちで見てたのに。楽しい時間をありがとう堀越先生。願わくばプロ紙編とかちまちま出張して書いてくれてもいいのよ堀越先生。最終回100ページあってもええんやで。いやあと10話は最低あるっしょって余裕で構えてたから辛い。いやだ、もっと先生にヒロアカを書いてほしい。追加で100話もっと書いてくれ。ヒロアカ2が始まるんやろ？始めてくれるんやろ？ヒロアカ、年末まで続くと思ってた。あと5話は少なすぎる。もうプラス5話やろうよ。先生、お疲れ様でした。ダビダンスの衝撃が一番印象に残りました。好きすぎて終わってほしくない。信じたくない。でも先生が挑み続けた10年には最大限の感謝の気持ちを送りたい。終わってもこち亀みたいにたまにジャンプに帰ってきてくれ。土下座は？ジャンペスで先生の土下座は見れなくなっちゃうの？完結したら世界旅行しながらチームアップミッションのネームを振ってくれ。覚悟してた気でいたけどいざ残り5話と言われるとなんかもう叫び出して発奮。最終回の余韻に浸る時期にやってくるのかダークマイト。いろんな方面で時期が悪すぎるだろダークマイト。Y スピナー推し、たった5話の中にスピナー回が裂かれてそうという事実に震える。いいんですか堀越先生。オールフォーワンとしがらきみたいな他とまとめて2ページずつくらいでまとめる形式かもしれん。不定期連載になってもろて。411から423話のしがらき決着が41巻収録で、42巻は424話のエピローグ系の話が10話くらい収録されると思ってた。最終話が熱かったり過失があったりするのか、それとも切りよく10話ずつ収録かどれなんだろう。ともかく先生10年間ありがとうございました。リアルタイムで終える時代に生まれて幸せでした。惜しまれるくらいがちょうどいいとはいえ。泣く、俺の青春が終わってしまう。10年いったら、いい年したガキが大人になるもんな。小6にアニメ1切り値して、それでヒロアカの漫画を集め出すようになってさ、そこから一気にガキアクタや延々の消防隊、他だと結界戦線とか、とりあえずコレクター癖がつくようになって二次元にズブズブ入っちゃってさ。堀越先生、そうお世話になりました。次回とドロッケらへん、その次お茶子らへん、その次ヴィラン周辺、その次無個性ネタらへん、その次最終回、こうか。この残り具合だと、お茶子だけで1話使わずお茶子とトガちゃんの件含めてヴィラン全体の話で1話とかになりそう。贅沢言わないから番外編を100個書いて。俺は信じないぜ、もっとやってください土下座。デクたちはダイジェスト気味にして卒業、プロヒーローまでは行くんだろうか。それともその後を想像させる終わりで2年生までかな。いやだ、今年いっぱいはやってほしい。ジャンフェスで土下座は最悪しなくてもいいからもっと続いてほしい。これでよくネタで言われてるように、とどろき家庭の他は1話に2件くらいまとめる形だったら笑う。あとお話って何アニメだったら1話かに話じゃん。そんなの一瞬すぎる。1話何ページなんだろう。5話目になってやっぱもうちょっと続きます。してもいいんやでしてくれ。少なくともネームはもう終わりまで絶対できてるよな。なんなら書き終わってる可能性もなくはないよな。はぁ、終わるの嫌だって気持ちと堀越先生ありがとうゆっくり休んでくださいって気持ち、心が2つある。この話数だとアニメ8期じゃなく映画化の可能性もありそう。とどろき系1話じゃ収まらないよ。アニメ8期、アーマーオールマイト2話、爆豪オールフォーワン1話、デクシガラキ2話、病院卒業式1話、とどろき系1話、スピナーとハサミ男とフワマワタ、大団円最終話1話、どう頑張っても9話くらいしかなくない？ 1 クールもできなくない？もしかして100分の映画になる？コミックス化ってするのかもしれん。絶対最終回は早バレに遭遇しないようにしないと。不意打ちすぎてびっくりした。どんな気持ちで映画初日にダークマイトに会いに行けばいいんだ。脳内であと数日後にはヒロアカ完結、ヒロアカ完結ってなっちゃう。俺が生きているうちに完結してしまう赤涼感と、俺が生きているうちに完結を見届けられる安堵が同時に存在している。わかるわかるわかる。期
ちんと完結を見届けられる、デクたちの巣立ちを見送れるって幸せだよね。映画初日に行くか迷ってたけど初日に行くわ。最終回のために気持ち盛り上がるわ。真相が A 組に編入したのにクラス描写がなかったら悲しいよな。対抗戦あるかもななどと夢見てたところをぶん殴られた。エピローグ7はナノワンホールの歴代の個性が一つずつ消えてくみたいで寂しいな。マジで映画合わせで終わるとは、ちょっと現実受け入れられない。ゴールデンウィークあたりの400は無料で読み始めて単行本全巻揃えるくらいハマったからもう終わるの辛い。もっと早く読んでおけばよかった。ミルコとかの話書いていいからもうちょい書かない。公式からいよいよ終わりが示されたけど、ちょっとまだ受け入れられない。地獄のトドロキくんちさん、デクバーサスカッチャンさん、みんながヒーローになるまでの物語を。来週からのジャンプの重みが辛。42巻完結ならテニプリと同じだな。よし、新僕のヒーローアカデミアやろうプロ編でもいいぞ。ドラゴンボールと一緒だから僕のヒーローアカデミアスーパーかもしれんぞ。最終回後もスピンオフとか小説でいろいろ補完してくれるとは思うんだけど、ホリーの書いたヒロアカが読みたいんだ。プロヒーローになったデクたちの活躍を本編と同ボリュームで見せてくれよ。頭の中でオールフォーワンが叫び続けてる。来るか、僕のヒーローユニバーシテ。ワンピだってあと5年つって5年で終わらないから、ヒロアカも終わっていったけど、5話で終わりませんでした。でもう少し続けてくれないかな。でも5年と違って5話だから、見通しとかじゃなくてもう原稿ほぼできてての発表でもおかしくないよな。ヒロアカ完結するのやだよ。まだ見たいよ。ほぼじゃなくて5週間前ならもう脱稿してる。ヒロアカ、終わるダークマイト伝説、始まる。マジでこの10年間何しとったんやろうな俺。なんとなくこのままホリーが土下座しつつ続いていくとなんか、思ってた。せっかく真相も編入して凶悪ヴィランも倒してやっとアカデミア生活が戻ってきたのに、2年生編始めようぜ。最終回が1000ページくらいあるんだよね。知ってる、知ってる。今の心境。ラスボスたちの叫びに共感。終わる終わる詐欺路線じゃなくて公式がカウントダウンしてるのを見ると、エピローグが嘘じゃなかったんだと実感するのと同時にやっぱり寂しさもあるな。本編後の番外編はありますか？あと最低10話は続くと思ってた。やだやだ。ホリー、最後まで力を振り絞ってくれてありがとう。相当しんどかったはず。そして今まさに渦中の嘆願猫はどんな心境だろう。10周年はギリギリいかない感じか。7月が周年だからいける。2014年7月7日連載開始だったはず。10周年カラー表紙をがめそう。カラーあったらいいな。終わるならツイッターの落書きやカラー原稿を集めた画集出してくれ。最終回乗るジャンプに画集発売って告知あったらいいな。ダークマイトがギリギリ最終回前公開らしいな。昇進の俺たちを笑顔にするために体を張ってくれるヒーローの鏡。やはりダークマイトは正当な後継者。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。皆さんの意見もコメント欄で聞かせてください。よろしければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画で。